これすごくない？ラブス対決をします。後ろにね、うん、すごいのがあるってさっきから思ってたと思うけど、思ってた。これに乗っていきます。何これは？これ何って感じで、ほんとすごいよ、ね、でかって感じで、でかいよね。これはですね、はい、あのまテスラ、モスラ、あモスラそう、羽が生える、あモスラ、うん、モスラ、へえ、かわいい。テスラ、テスラです。テスラです。はい、テスラです。でこれはね、はい、あのエニカっていう、エニカ車をね、レンタルするサービスがあるんですよ、うんうんうん、そのエニカっていうのは一般の人から車をレンタルして、うんうん、これは一般の人だと。あ、そういうこと。そう、それを1日いくらでレンタルして、で、借ります。あ、じゃあ使わない、自分が持ってる使わない車を貸すよって。そう、そういうシステム。すごいね、そんなシステムなんだ。そう、今もカーシェアリングの時代だからね。時代なんだね。時代で、まずね、まずなんかいろいろすごい、すごいんですよ。全部これで操作するか、全部リモコン操作。へー、車の形してるの。そう、車の形してて、これで押すと右側のハンドルが開いたりする。ほら、おすごくない？でね、純ちゃんが近づくと、例えば閉めるね。じゅんちゃんがいて、いるじゃん、うん、で、あ、ほら、ほら、ほら、すごくない？だから、横になんかあっても開かない。すごい、今もう当たるかと思ったでしょ。でも、うん、みたいな。なった。また中が、中がめっちゃラグジュアリーだね。エンジンがないのよ、これ。エンジンがないから、うん、ここもトランクだし。え、嘘でしょ？ほんと。でもこれは開けるとさ、後で閉めるの大変だったから開けないでいい。ホトランクだし、ここもトランクで、あ、ここまでも椅子がある、ホント、うん、ちょっとしたトランクになってて、うん、で、また乗ってみよう。うん、ちょっと中入ろう。うん、手前をグンって押すと開く。押す、あ、そう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 、結構強めだね。そう、中が、見て、ていうか宇宙みたいと思う。すごい、天井がない。てか私人生で初めて電気自動車ってものなんだけど。電気自動車すごい。てか何この画面がやばい。この画面とかかっこいいね。あと天井。そんなテスラに乗ってね、うん、今日は行きますよ、はい、葉山国際まで。はい、じゃあ開けます。開けます。いやこれすごいね。すごいよ、ちんちゃん。なんかもうね、 UFO に乗ってるみたい。そうだよね、セレブになった気分だわ。あ、ほんと。テスラが走っています。あの新幹線っぽいね。そうだね、こうなんか加速が、うん、あのガソリンじゃないから爆発っていうよりもヒューンっていう、なんかリニアモーターカーみたいな感じ、うんうんうん、どうですかテスラの感想は。なんか内装がさ、やっぱ内装がね、こんな感じで今日バッグも積んでます。普通こういうとこに、うん、間仕切りみたいなのがあるんですけど、何もないです。広いよね。広い、うん、あ、じゃあボタンとかも少なくない？あ、ここのね。そうそう、そういうのもさ、うん、全部ないからさ。そうだね、スピードの出方が、うん、あの、うん、なんて言うんだろうね、うん、こう、ほんと新幹線。そうだね、だからちょっとバンに乗ってる感じ。なんか G ね、うん、G がすごい。 G がすごいよね。うーんってなる。スピードをすごく感じるよね。以上になります。以上になります。じゃあねー、おはようございます。おはようございます。今日は葉山国際サントリーグラスにやってきました。今日はですね、ラブス対決をします。おお、来た来た。ラブルスチームは、いや、わかるでしょ、色が。あ、そうだった、色がもう違うでしょ。もうバレてる。絶対わかってるから。塩田さん、純ちゃん、またしりさちゃんチームで行きます、うん、はい、うん、合わせてきました。でですね、はい、なんとですね、2人はダブルスをやったことがない。あ、私はやったもんね。なんでね、こう
まあ、うちら出たことあるからアドバイスしながらね、アドバイスで出た芝居じゃないまあこういうね、こうなんですよみたいなことをやりながらいきたいと思います。はい、はい、で、紹介しますね。あ、まあみんな知ってると思うけど一応ね、改めてね、改めて塩田さん、はい、このゴルフ場のクラブチャンピオン、かっこいい、すごい、かっこいいお持ちです。で、りさちゃん、たくさんね、動画出てもらってみんな上手いのも知ってると思いますけどなんとベストスコアが67、うーん、で、ジュニアの時からたくさん試合も出ていっぱい成績残してます。でもダブルスは初めて、教えてあげますよ。お願いします。はい、青木純はですね、バレーボール全国大会出場で決まりどんな場合ゴルフじゃないの？え、だって青木純のゴルフの成績とかないありました？試合って出た、試合出たことないですね。ないです、はい、心ちゃんの成績はじゃあ何なの？いや、ゴールもうないので喧嘩腰だよ。じゃあ何なの？じゃあないの？私もないからないから、まあ、卓球とかでいいかな。卓球全国大会、はい、でも純ちゃんに試合出てるからね、まだ、あ、競技ね、もう始まってますから、はい、始まってます。ここで競技出てるからまだ一人で、ね、そうですねいや、今日は本当にリンゴル代表として最近ね、純ちゃんへのこうなんかコメントとかも結構みんな優しくて、まあ、青木純だけにはもう絶対に負けられないなって思ってます。ギャフンって言わせてやりたいと思います。頑張ります。ちょっとこの日のためにちょっと練習も張り切ってやってきたので、キーポイントは青木純ですね。競技とはまたちょっと違うのかもしれないけど、真剣にバチバチでいきたいと思います。頑張ります。ホームコースなのでダブルスといえどやっぱりチャンピオンの名のつくものを持っているので負けられないと思っています。今日はちょっとガチで勝ちに行きます。まあ、いつもね、心ちゃんに優しくしてるんですけど、今日は対決的なので厳しくプレッシャーかけていきたいなと思います。あとは、ね、ダブルスというものを教えてあげますよ。頑張ります。スタートね、うん、どっちが打つか、うん、先に決めたいと思います、はい、最初じゃあ決敗、どっちがいい？先に打つ。どっちがいい？先に打とう。お、どっちの方がプレッシャーかけられる？先行。先行でしょ。お願いします。お願いします。黄色チーム行きます。じゃあこちらでお願いします。うん、ポリ入っちゃってるから見てください、これ
っぱね、夏のラフは厳しいですね。拾いますね。はい。さくらちゃん採用します。最後までご視聴いただきありがとうございました。他の動画が気になる方は左の動画をタップ、チャンネル登録は右の登録ボタンをタップしてください。コメントと高評価もよろしくお願いします。